地からやってまいりました浅香のよさこいオーマイゴッド AK100 と言います、一番最後にね AKB みたいな名前ついてますけど AK100 の、由来と言いますが A が浅香のよさこいの A、K が心体の K、 100は百花繚乱というチームの100という、3チームの頭文字を取りまして、チームの名前の後ろの方につけております。今の説明の通り3チームの合同チームになってます。一生懸命踊りますので今日はよろしくお願いいたします。今年のテーマは郡山の三大お姫様、静香御前、春姫、萩姫と、その3人のお姫様を衣装の変化や曲の変化とともに表現しております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして浅香のよさこいオーマイゴッドです。よろしくお願いします。それではいきます。いくぞ。はっ。せー。ガー。
とうございました。朝霞のオーマイゴッド AK100 の皆さんでした。眩しいですね。続きまして